こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのは山台すご麺冬の塩ラーメンになります。すご麺さんの代表作、冬の定番ということで、僕は今回初めていただきます。何卒よろしくお願いいたします。今回もいただきます。山台すご麺冬の塩ラーメンでございます。フリーズドライの白菜が美味しそう。はい、それでは早速いただきます。まずは一口麺は間違いないよ。もう絶対間違いない。すご麺さん、さすが。シャキシャキして、でっかくてシャキシャキして美味しい白菜。あー、うめえ。しみる。この凍える体にしみをとる。うまい塩だ。辛さもちょっとありますね。鶏豚ピリ辛、美味しいですね。はい、それではこの商品を楽しむためのポイント参りましょう。この商品のポイント、はい、まずは冬季限定商品。はい、これ結構出てるみたいで、冬の定番みたいですね。はい、次、冬野菜の定番、白菜をメインにしよう。はい、ありがとうございます。白菜美味しいです。次、別添えの旨辛醤でほっと温まる。このピリ辛さ、いいアクセントですね。はい、どういう、おしゃべりしながらいただきます。今日あんまりおしゃべりすることない。美味しい美味しい言いながら食べる映像を見ていただく感じです。はい。白菜もちゃんとこう白いところとね、黄色いところと、厚みのあるとこ、薄いとこ、硬いとこ、柔らかいとこ使ってあって、食べる時によって食感が違う。美味しい。うん、飽きない。美味しい。うまいなこれ。感想で言おうとする言葉が日本語にならねえっていう。まあ、うん。全然感想言ってないですよね。麺はもう、すごい、さすがのすごい麺です。茹でたてのようなうまさ。美味しいですよね。ほんとすごいっすよね。この生麺的な感じ。さすがのすごい麺さんです。スープは塩味もそんなに強くない。程よい感じ。ここに、獣ですよね。鶏と豚と、あと辛いの。ピリ辛の、なんだっけ、うま辛醤。これがね、ちょっと入って、ちょっとピリ辛っていう感じです。すっごい美味しい。白菜もいっぱい入ってますから。いっぱい入ってますから。でかいのが。
こういうもんと買ってよかったわ。買ってよかった。うん。ちょっとザクッとこの商品の歴史をお話しますと、山田さんが2001年に凄麺の第1弾、これが煮卵ラーメンというのが発売されてから2年後、2003年の冬、12月、冬の塩ラーメンの初代が発売されたんですね。これの初代。それから1年に1回、もしくは2年に1回のペースで発売を繰り返されて、この2022年11月14日発売版が17台ということでございますので、これからも毎年お世話になりたいですね。これだけ美味しければ。うん。はい。うん。これのお肉とか本当に具材として入ってないですけど、いらないですよ。スープの中に程よく獣がいるんだから、特にお肉とか欲しいと思わないです。さすがに塩ラーメンだけあって、スープを全部飲んじゃうと、食塩相当量結構いっちゃうんですけど、7グラムオーバーだったかな、いっちゃうんですけど、そこはそれ、冬に1回ぐらいいいじゃん、っていう。だそんなこと言ってもさ、やっぱり塩分って気になるじゃんっていう方は、スープだけで 5.7 グラム。だからスープを結構残せば、塩分はクリアできるかなと思う。うん。ここになんか具材を足すとしたら、もやしとか合うかもしれないですね。お肉系よりももやしとかの方が合いそうな気がします。これはもう大体年一で出してもらえると思うんで、また来年も買います。当然のように買います。はい。はい、残りこれだけになりました。一気にいただきます。美味しかったですよ。これ242円なので、ちょっとお店と比べるっていうのは、まあカップの商品っていうのはもともとそんなにお店と比べるって言ったってっていう、お値段がお値段だからっていうのあるんですけど、これ242円にしては、お店で食べたくらいの満足感はちょっとありますね。素晴らしい。はい。ということで、大変美味しくいただきました。どうもありがとうございました。また来年も買います。はい、リスペクトタイムです。今回は山田凄麺冬の塩ラーメンをいただきました。カップ麺リスペクト的にラップアップさせていただきますと、圧倒的な完成度という感じです。ありがとうございました。とても美味しくいただきました。お店で食べたくらいの満足感があって、完成されてるイメージですね。スープの塩味も絶妙で、しっかり動物の感じがあって、追加で肉の具材が欲しくなったりとかないです。肉いらないです。で、このまま何年か再販だけでも大丈夫なんじゃないのみたいな。もし今後リニューアルがあるとしたら、どこをどういじるんだろうと。これだけ素晴らしいと、この先はどこになっちゃうんだろうみたいな。もやしでも入れてみるっていう感じですね。また来年もお世話になろうと思います。というわけで、今回は山田凄麺冬の塩ラーメンをいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。